福大大濠バスケットボール部、最大の武器である素早いパス回しなど組織的な戦術に磨きをかけていました。意識しているのはやはり福岡第一です。周りを取る練習はもうずっと前やってる。ドリブル来てピタッと止まる練習やってる。どこで使うの？こういうとこやろ。これがお前たちの学びの低さ。もう本番だともっとスピードどんどん来るんじゃない？パパジュニアだとガーンって来るんじゃない？片峰壮太監督が警戒しているのは福岡第一のキャプテン、ハーパージュニア選手。これまでもハーパー選手の得点から福岡第一に流れを持っていかれる場面がありました。普通に挑んだら負けるので、絶対に自分たちから気持ちを高めてチャレンジャーという気持ちでどんどん挑んで、第一に挑んでやっていきたいと思います。今年福岡第一とは1勝1敗の五分。1月の新人戦では福岡第一の堅守速攻を抑え、得意のスリーポイントシュートで次々と得点。実に2年ぶりの勝利を収め、福大大濠の底力を見せました。その強さの秘密を知るべく選手に寮の様子を撮影してもらうことに。寮のトップじゃあもうトップにお渡しすれば、もうこれはもう本当ボール運びのようにこのカメラもですね、もう見事に回していただいていただければと思うんですけども、一体何を撮ってきてくれるのか。山際カメラマンが行く福大大濠バスケ部の素顔とは。みんなの部屋があるっていう感じですね。寮生活をしているのは21人。学業もおろそかにしてはいけないと毎日1時間の勉強が課せられています。しかし細かい規則などはありません。ケアをしたりブーツだったり、強さの秘密を寮で探るという今回の企画。知りたかでは福大大濠も福岡第一と同じように取材をしているため、こんなつぶやきが。何してますか？でも第一も同じこと多分しようと思うけど、第一にはクオリティ負けたくないよね。これぞ福大大濠魂。 VTR でもライバルには負けたくない。ありがとうございます。山際カメラマンは福大大濠の魅力を伝える撮影を進めてくれます。シュートが上手いのはキャプテンの平松克樹がシューティングとかしてても一番確率いいのは克樹だし、俺はちなみに俺がシュート上手いなって思うのは陽性とよしきかなって思って。あ、さあ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 光るやろ。今までの試合振り返って言ってみて。福大大濠のエースナンバー14を背負う西田選手、スリーポイントだけではなくて、ご覧ください、鋭いドリブルからのこのシュート、見事ですよね。そしてここで話題はバスケットボールから脱線。盛岡書道部のファンが俺ってやつ。ああマジ、はい、で、あの風船もらってるんですよ。ああ、確かに。たまにファンがいるって感じかな。知らないですか？知らん。書道部。バスケ部は学校の中でも人気の部活。練習中に放送部が学校紹介の動画撮影に来ました。3、2、1。バスケットボール部部長の平松克樹です。バスケットボール部は片峰先生、寺田先生のご指導のもと、部員数26名で第2体育館で毎日活動しています。いやなんか、うん、テレビの方とこっちではちょっと違います。どう違います？こっちの方がリラックスできます。どう違います？なんでですか？ね、1年生のこちらの女の子も実はバスケ部のファンなんです。平松選手のインタビューを終えてこんな感想が。部長さんね、かっこいいね。いや素敵。みんなからの期待を背負うバスケ部、かっこいい姿たくさん見せてほしい。しかし山際カメラマンは、なんかすごい汚いやん。いや綺麗にしといてって言ったやん。
本当に来たやん。汚いやん。いかんいかんいかん。汚いですねーこれねー。これでこれ下手したら全国行くやつやろ。全国行くかもしれない。何を言う何を言う。やばいやばいやばい。顎長っ。いや、あ、ズームしちゃった、ごめん、ね、かった急に来るやん。なんかめっちゃ、この角度、この角度だから長く見えちゃうから、じゃあもうちょっと顎引いて、うん、変わんねえわ、ごめん、失礼しまーす。全然違うから本当に、いや、仲の良さが伺い知りますよね。あの、ハルマ選手はスタメンにも選ばれる主力選手の一人。このスリーポイントシュートも見事な放物線です。そして、話題はやはり最大のライバルについて。じゃあ、あれ、じゃあ次、福岡第一についてどう思ってるかって。強い。おしゃれやね。おしゃれっすか。ハーフボーイ。福岡第一。おしゃれっつったら俺らの頃おしゃれでしょ。ジュニアハーフボーイ。靴とかさ。ジュニアさんの試合中めっちゃこっち見てくる。ベンチに向かってくれて。くんやって。敵って感じがせん。敵って感じがしないと。長年福岡でしのぎを削り、全国大会で決勝を戦った相手だからこそ言える言葉なのかもしれないですね。しかし全国優勝を果たした福岡第一は避けては通れない大きな壁でもあります。明日から始まる県大会決勝リーグに全てをかけます。頑張っていきましょう。しょ、この声を温めます。はい、頑張っていこう。せーの、ファイト。